さあ今日は7月19日、葛飾店オープンまであと2週間を切った感じなんですけれども、今葛飾店に向かっております。ハイエースにこのしこたま展示用のアメタンを積んで、多分総額いくらだ、500万円ぐらいあるかな、もっとあるか20本、はい、いや13本しか積んでないから多分1000万円は言ってないと思うんですけど、多分500万円分ぐらいは積んで、はい、大量にアメタンを積み込んでこれから行っていきたいと思います。で、工事もだいぶ進んでるみたいなんで、まあ、ちょっとオープン直前の葛飾店の様子をお届けしたいと思います。堤通り、そう、道を間違えるずっと C2 そう、ずっと C2 で四つ木で降りる、はい、皆さんご注意ください。道を間違えるとスカイツリーに向かいます。ちょスカイツリーでちょっと観光してからしよう、はい、スカイツリーの隅田川水族館だっけ、隅田水族館だっけ。あの C2 を埼玉方面から行く方は C2 を四つ木で降りていただいて、途中分岐いくつかあるんで間違えると僕らみたいになります。もはやこれ下道で行った方が早い気がするな。もう C2 から四つ木もすぐそこだから、ちょっと待って、得意げに言ってんじゃないんだよはい、11分 4.6 キロ、はい、11分 4.6 キロ、はい、まあ、どこで降りてもまあ大丈夫っちゃ大丈夫。え、ちょっと、右か。まあそういうこともあるよね。あ、ちょっと久しぶりにやってまいりました。1ヶ月ぶりぐらいかな。わあ、すごい看板とかできてる。そして謎に1台車入ってる。バチコーン止めて、まあ、車どうやっているか考え、ちょっと、うわ、よし、じゃあ仕事します。さあというわけで到着いたしました。葛飾店、多分1ヶ月ぶりぐらいじゃなかったかな。こんな感じで看板もボンドになって、駐車場の案内もできました。あ、そしてステッカーが、そうロティフォーム BC フォージド力盛り、あのメインで整備で使わせていただいてる、まあオイルですね。あとアナーキー ADV1-12、 そしてこっちはヨーロッパチューナー系、スターテック、カプリスト、ブラバス、マンソリー、テックアート、 ART アプトということで、ボンド取扱ブランドがこんな感じでババーと飾ってあります。これ多分更新されることもあるかと思います。そして工事はお世話になります。ありがとうございます。ちょっと撮影させてってください。今ピットが絶賛工事中で、一番奥がお世話になります。ここにアライメントのリフトが入るみたいです。今日新店長が来るんで、ちょっと詳しく解説してもらいたいと思います。そしてじゃあこっちへ入ってみますか。おはようございます。わあ、綺麗になってる。そして今回このわあ、めちゃめちゃ響くホイールラックに持ってきたホイールを飾りたいと思います。飾るメンバーは私、土パフォーマンスと道を間違えたカメラマンです。2馬力で20本ないんですけど、13本ぐらい飾りたいと思います。詳しい中のこの紹介は新店長が来たら紹介したいと思います。で、今回はアメタンを中心に13本持ってきました。これを飾りたいと思います。フォーメーションはプロデュースバイ土
チューパフォーマンスでいきます。いくぜ。何の気合かよくわかんないけど、ちなみにこの東京店でもそうだし、名古屋店でも大宮店でも活躍しているこのディスプレイは、このベースいろんなサイズに対応できるこのベースと、これでディスプレイがされています。ちなみにこの外したやつが、取り付ける前のやつがこんな感じで、スペーサーみたいなこんな感じのやつです。これを止めて、まあ、PCD、114.3 から112、120、いろいろあるんで、これと実際に止めるこのラグボルトでこんな感じで止めると。この仕組みもオリジナルなんで販売可能です。わかんないけど、はい頑張ってこれを全部開封して飾ります。さあ、ここで突然ですが、葛飾店の新しい店長を紹介します。浦和店の店長、現店長横山さんですギリギリでしたね。ギリギリでした、はい、これやらせなしで本当にギリギリに店長が決まるということで、1ヶ月前に決まるっていう、はい、あともう残り2週間もないんですけれども、はい、ないです。今日急いで急ピッチで作業して、ホイールもこんな感じでディスプレイ半分かな終わりました。一応こっち側がアメタンで、こっち側がチューナー系になる予定です。で、残り半分に関してはまた次回来た時に設置したいと思いますので、おそらくご紹介するのは、まあ、オープンの時からなんで、ちょっと楽しみにしていただけるといいんじゃないかなと。で、こっちのアメタンはもうモンドで売れ筋のやつをですね、そうですね、厳選して、横山店長に決まったのがギリギリなんで、横山店長の意見が、はい、全く入ってないっていうこんな感じで飾りました、はい、一応一番上が HRE、 非常に人気のホイールなんと、はい、あとこっち L13 がもう一本ちょっと、はい、今回取り付けられなかったんで、これはお楽しみということで、あとは ADV1 と12も多いっすよね、浦和店多いですね、めちゃめちゃ多いっすよね、はい、というわけで葛飾でも多分人気がかなり出るんじゃないかなっていう、この辺ちょっとサンプルなんで、カラーは奇抜なの多いですけど、本当にアメタンなんでいろんなカラーできますんで、ご相談いただけるといいんじゃないかなと。そしてチューナー系はまだブラバスしか飾ってないんですけども、はい、ブラバスもゲレンデのもうマストのホイール、はい、この辺も実物が見て決められるんで、まあ、この辺参考にしていただけるといいんじゃないかなと。であとは横山さんにちょっとカウンターなんかを軽く紹介してもらってもいいですかね、はい、一応まだ準備が完全には整ってないんですけど、準備がまだ途中なんですけど、はい、とりあえずカウンターがこんな感じで、カウンター、はい、全部で8席。これ結構長くないですか。浦和より長いんじゃないですか。浦和店より長いと思う。長いですよね、はい、でここで、まあ、車の商談だったりパーツの商談、商談だったり、はい、まあ、あとはその他商談なんかが、整備の商談なんか全部できるんですね。まだ奥にも一応商談ルームがあるんですけど、まだちょっと机とか何も来てないっていう、まだ準備中ということで、準備中です、はい、こんな感じでここでやっていただくと、はい、これおしゃれですね。そうですね、はい、こんなのもついてます。そしてあとはピットの方がちょっとさっき、軽く来た時に紹介したんですけど、一応一番右がアライメントのリフトなんですかね。そうです、アライメントリフターリフトを設置してアライメント専用の場所になりますね。ただオープンに間に合わないですよね。確かギリギリです。あ、ギリギリなんですか。30日に設置が完了するかなっていう。了解です、はいはい、というわけでアライメントも含めたタイヤホイールのセットアップできると思いますので、はい、ご相談いただけるといいかなと思います。あとはどうでしょう。あとはこっちのフロア、ね、だいぶ今まだ散らかってるんですけど車がどんくらい入るんですかね。多分7台8台ぐらいは入ると思うんですよね、はい、横山さんも意見の入った厳選車両が。そうですねでもボンドの一つの売りとして、ま、車購入していただいてそのままカスタマイズだったりだとか整備なんかもできるようになってますので、はい、ぜひぜひ葛飾店店長横山さんをよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。